さ、別に何でもないでしょうが、単に楽器買いに来ただけの話でしょ。そんなことないよ、歌手めいちゃんの第一歩だもん。ドキュメンタリーとかだったらここを歩きながら、メイプルさんの伝説はここから始まったんですねとか、ナレーション映像流れちゃうんだよ。にゃーん、もうシナモンゾクゾクしちゃう。あの、ちょっと本当に恥ずかしいから落ち着いてほしいんだけど。姉妹とはいえ、メイプルのためにあそこまで喜べるのは素晴らしいですけどね。ええ、そうですね。あの2匹の関係はそっちの方がしっくりきます。めいちゃんはどんな楽器買うか決めてるの？歌いながらってことだから、ギターかなとは思ってるけどね。弾き語りとかかっこよさそうだし、私に似合いそうじゃない？さすがめいちゃん、自信満々だね。ものはお店で気に入ったのを選べばいいかなって思ってるけど。うんうん、そうだね。私もめいちゃんに似合うの選ぶよ。だからいいって言ってるじゃない。自分のためなんだから、そんなの自分で買うわよ。ほんと、歌唱は甘いわね。それとも、私のことを口説いてるわけ？なんだか兄様とメイプルが仲良くなりましたね。そうだね、羨ましいな。はあ、シナモンはどっちが羨ましいのですか？うん、両方かな。楽器屋に来たんだから楽器がなきゃダメでしょうよ。あ、ギター、奥の方にギターが置いてあるよ。ほら、めいちゃん、行こう行こう、あっちあっち。わかってるってば、そんな急がなくても逃げやしないわよ。箇所をしぐれ、ちょっと奥の方いい？え、もちろん。どれがいいのかさっぱりわからないわね。そうだね、さっぱりわからないね。いらっしゃいませ。どのようなものをお探しでしょうか？よろしければご案内をさせてください。そうね、いいギターを探してるの。私に似合いそうな、かっこよくていいギターを。いいギターですか？エレキギターですか？それともアコースティックギターですか？弾き語り、弾き語りとかしたいの。でしたら、アコースティックギターですね。そう、私に似合うアコースティックギターを探してるのよ。何かおすすめはあるかしら？そうですね、見た目や音色はもう好みの問題だと思うのですが、とりあえずいいものならばこの辺りですね。うんうん、どれどれ。1、10、100、3、
10万円で、いいのかしら。これはゼロ2つ多いとか。そうですね、今は値下げして大変お求めやすくなっております。いいギターと言われますと、やはりこのくらいかなと。そうね、このくらいよね。私もこのくらいのがいいとは思うんだけど、他にはおすすめはないのかしら。他ですか。そうですね、別メーカーだと同ランクのギターならこのあたりでしょうか。30万円。30万円って、他も大体こんな感じなのかしら。そうですね、やはりこのランクになると。そうよね、やっぱりこのくらいはするものよね。初心者向けですか？そうですね、最初の入門ですとこのあたりがおすすめですかね。あまり安いものはいろいろと設計も良くない部分もありますし、あとはやはり最低限はちゃんとした音色の方が練習してて楽しいですしね。入門的な教科書やセットもついてますので、このあたりをおすすめしています。見え張ってすみませんでした。初心者用のアコースティックギターセットください。はい、わかりました。それでは少々お待ちくださいませ。なかなか性格は変わらないね。これもいい勉強でしょう。自分でもなんとか。
人とも熱いのはキャラじゃないとか言いながら、めちゃくちゃ青春っぽいよ、しぐれちゃん。そうですね、とても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 甘酸っぱくて、見てるこっちが恥ずかしくなってしまいますわ。やっぱり天然物が一番だよね。二人ともド天然物ですからね。後ろのあれ、何？ものの分からない子猫じゃあるまいし、こんな苦労してやっと一回音鳴らせたくらいじゃ話にならないんだから。この次は G って人差し指がここで中指がここで小指がこんなところって、本当に歌唱さんのおかげです。ありがとうございます。それだからいいのですよね。ほんと、妹心に容赦なくビシバシ来ますわ。妹じゃなくったってビシバシ来るし。では、メイプルは一旦兄様に預けて、私は先に戻りますね。今日はお母様とお父様と晩ご飯を食べに行く予定がありますので、その後で実家にいるショコラとバニラを送りがてらメープルを迎えに来ます。シナモンはこれで。はい、メイちゃんをよろしくお願いします。
指痛い。あれ？しぐれとシナモンは？帰ったっていつの間に。あれ？てかもう夜じゃない？え？声かけてくれればいいのに。気を使われっぱなしね、本当に。私は他人に迷惑かけるキャラじゃなかったはずなんだけど。歌唱に乗せられちゃったからね。せめてみんなを納得させられるくらいは頑張らないと。あ、ねえ箇所、爪切り貸してくれる？今までならね。ギター弾くのに邪魔だからね。仕方ないわ。これでよし。当たり前でしょ？私を誰だと思ってんの？やると決めたら、やるしかないでしょ。じゃあ、お言葉に甘えさせてもらおうかしら。でも、できるまで練習してるわ。爪も切ったことだし。何か言った？何か言ってたでしょう。何を？違うわね。そんなこと言ってなかったわ。ちょっと、はぐらかさないでよ。ねえ。いらっしゃいませ。